ヤスさん、苦手な相手の話を聞く際に先生がインプット大全で解説されている自分の心は奴隷になったとイメージすることが最近心がけています。しかし内容はしっかり聞いて感情を受け直すということで頭は理解できてもいざその場面になると感情が先行してしまいます。おすすめのコツがあれば教えていただきたいです。これは簡単ですよね。自分の感情が動いてるなっていうことを観察すればいいんですね。それをマインドフルネスと言います。相手が言ってきた時にあーすごいもうイライラしてきたっていう風に自分で感情を分析するという実況中継をするようにですね。ああ自分がイライラしてきた、あむしゃくしゃしてきた、バカ野郎って言いたい、あ怒鳴りたい、怒りたいということを自分で実況中継する。それがマインドフルネスなんですね。だから自分がもう今すぐ怒鳴りつけたいということを自分で理解できると、いやいや待てよちょっと冷静になろうって初めて思えるんで、まず自分がどういう感情なのかっていうことを自分で理解すればそれを抑えることができるんです。バカ野郎って言っちゃう人は自分が怒りっぽくなってる状態だということを全く理解できないからバカ野郎って言っちゃうわけで、自分はやばい状態だっていう風に気づくことがまずできればそれをコントロールすることができるんですね。だから自分の感情がその先行してしまった、だから自分の感情がイライラしてきたなとか自分の感情が落ち込んできたなっていうところを自分で実況中継するかのように受け止めていくというね、理解していくっていうことですね。そうするとコントロールができやすくなりますね。まあ、のれんのように話を聞くっていうのはそう簡単ではないので何年もかかると思いますけどもね、きちんとそういう感情が動かされないようにできるようになるに、まあのれんのようになったとイメージすることと同じく優しい口調で話しかけてください。優しく丁寧な口調で話しかけると相手も感情伝染っていうのが起きるので、あなたがイライラした口調で話しかけると余計相手はイライラしてさらに自分もイライラしてくるんですね。だから感情的になってしまいそうな時ほどややゆっくりめの話し方で丁寧な喋りをするように意識すると、あなたの気分もコントロールしやすくなって落ち着いてくるので、すぐ使えるテクニックとしてはそういうのもありますね。イライラしたり怒りっぽくなりそうな時ほどややゆっくりめで丁寧な口調を意識するということです。りょうたさん、ドーパミンが過剰に分泌されると精神的に異常をきたすことがあると聞いたことがあるのですが、投薬以外でコントロールする方法があれば教えていただきたいです。そのセロトニンをどうコントロールするのか、ドーパミンをどうコントロールするのかっていうのは3つの幸福という本にすごく詳しく書いてあるので、そちらを読んでください。ドーパミンが過剰分泌される状態っていうのは依存症の状態です。ドーパミンがもっとその欲求が欲しい、もっとその欲求が欲しい、例えば甘いものを食べた、チョコレートを食べた、美味しい、嬉しい、もっとチョコレートを食べたい、また食べたらもっと食べたい、もっと食べたい、あるだけ全部食べちゃう。ドーパミンが過剰分泌されるとこういうことが起きるんですね。これが依存症の状態ですね。依存症の状態をコントロールするのは難しいので、依存症にならないようにするっていうことが重要です。そのためには制限するってことですね。だから1日チョコレートは3個しか食べませんっていう風に制限してる限りチョコレートの依存症にはならないです。お酒も無制限に飲むからアルコール依存症になるのであって、お酒もビール2杯しか飲みませんっていう風に制限すれば依存症にならないです。スマホ依存症っていうのもあるけど、スマホは1日2時間しか使えませんっていう風にして厳密に1日2時間で止まるように設定しておけば依存症にはならないですね。なのでドーパミンの過剰分泌させないのは制限して使うということです。3つの幸福に詳しく書いてあるのでぜひ読んでください。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。